それでは今週もリズミックボクシングでボディデザイン5、6、7、GO。 上3回、下3回、上下上、下上下と順番に体をねじりながら上下運動を加えていきます。次は同じ順番で上半身をフックパンチに変えましょう。レッツゴー。フックパンチを打つときは肘を上げて打ちましょう。足は肩幅よりやや広めに広げ、下のときは膝が前に出ないようにヒップを後ろへ引きましょう。それでは2セット目、5、6、7、GO。 この動き、ラグはくびれを作るのにとても効果的な動きです。難しい方は上下運動なしで上半身だけで行ってもウエストの引き締めに十分効果抜群です。それではフックパンチを打っていきましょう。レッツゴー。足が棒立ちにならずに軽く膝を曲げて腰を少し落として打つと全身に効いてきます。次でラストセット、さあ頑張っていきましょう。5、6、7、GO。 慣れてきたら下の時に腰をさらに落としてみましょう。足、ヒップ、背中、お腹、二の腕と全身に効いてきますね。さあラストスパートです。笑顔でフックパンチを思いっきり打ってストレス発散しましょう。理想のボディを思い浮かべながらリズミックボクシングでボディデザインしていきましょう。あと少しです。お疲れ様でした。リズボクに入会して2ヶ月で太ももとヒップがマイナス5センチ、ウエストが 4.5 センチ落ちました。リズボクで効果が出てとても嬉しいです。リズミックボクシングの全ての動きは骨盤血流の改善につながります。骨盤血流が改善すると免疫力が上がります。免疫力が上がるといろんな感染症に対応する力がつきます。そんな素晴らしいリズミックボクシングをぜひ体験してみてください。